ああ、途中参加か。6ポイント取ってる。追いつけるかな。めっちゃレベル高い人いるんだけど。300って。サバの塩焼き。MI6 武力サバ交の渉を木、許可すラる。ンク278。おっと、スライディング。奥いる。うわ、殺しきれないか、これ。やば。一回回避して。スナイパーいるな。あ、スナ来たか。よし。左。左だ。マックテンだ。スキーも同じ。おお、光る。よし。おっと、スナイパー？と思ったら後ろか。マックテンの人だ。めっちゃキャラかぶっとるやん。この外周のラインでね、近距離、割と距離が、交戦距離が、こんな感じで低いんです。おっと、先にこっちだな。この辺でね、マック10は稼ぐのがよろし。おっと、危な。おっ、ちょっ サバの塩焼きに裁かれたぞ。どういうことだ。ナイファーいるな。赤点。あ、マジか。殺しきれない。よっしゃ、やっていく。燃えていく。めっちゃ燃えてんな。熱い、今の。なんか火炎瓶持ちながら走ってくる人いるんだよな、最近。なんなんだ、あれ。片手持ち有利とかあんの？赤点。一人やって。ああ、うわー、くっそ、さばかれた。あと、サバの塩焼きだ。なんなの、あいつ。すげえ、なんかナイフ。いや、ナイフ楽しいんだよね。資料でいいの、ナイフ。一撃だから。なんか、昔の FPS ってナイフ一回切っても倒せないから、マジで弱かったんだけど。COD のナイフはね、面白いんだよね。モダンの時にめっちゃナイフ縛りで遊んで、縦のナイフで。よーし。サバの塩焼きを逆にさばいてやった。後ろ、足音、めっちゃドタドタしてる。ああ、遠いな。マック10の距離じゃないか。おっと、マック10に打ち勝っていく。よっしゃー、つか俺じゃないな。誰だ。いた。攻守打ち。今回、攻守打ちの命中率をグリップつけてあげてるんで。まずまず戦える。奥。あ、待って、セントリーだな。セームテックつけて破壊していく。このセントリーにセームテックマジでいいわ。刺さる。フラ、おっと。リロードして。攻守打ちしていく。フラグだとなんかね、セントリーうまく壊せないんだよね。下手なんで。投げ物あんま得意じゃないんだよな。あ、このエリアで稼ぐのいいな。マック10の得意距離。この外周を行ったり来たりして。このマップなんか面白いよ。なんかフリーフォールばっかりやってる人ってある意味得だよね。なんかクソマップっていうものが存在しないからさ、ルール的に。どんなマップでも楽しめちゃうんだよな。ドミネーションとかだと、旗の位置とかで、なんかクソマップ化するじゃん。フリーフォール絶対そんなことないからさ、もうどんなクソマップでも、ちょっと狭すぎるの嫌だな、俺。狭すぎるマップはちょっと、勘弁願いたい。やべえ、ハープ。やばい、この最強の。ハープ最強だから、もうハープ使ったらもうね、こんな感じでもう全部先打ちで。俺は、うわ、マジか。
全部先に撃つ。弾に敵が吸い込まれてる。ほい、やっていく。で、奥に下がったとこにいるの、あらかじめ撃っていく。で、奥は突っ走ってって、俺のヘリをかいくぐった。あ、左いるね。出てくるところ撃っていく。強い、ハープ強すぎる。これずるいよな。で、先に撃っていく。弾に敵が吸い込まれていく。おっと、時間が切れる前にもう一人やりたい。いた、矢印撃って、ちょっと待てよ。セムテックス投げて上からジャンプしようかな。なんか当たった音したけどね。ジャンプ撃ちしていく。しゃ、時間が切れた。奥いる。ちょっと待って、ちょっと待って、スナイパーかな。うい、しゃ、あと2キル。調子いいね、今回。あ、音するわ、めっちゃ音する。忍者つけてないともうめっちゃ音聞こえるからな、本作。あった、赤点あった。いけいけいけ。お、気づいてないぞ。はい、後ろにもいるけど、もう勝っている。マック10めっちゃ強い。マック10のなんカスタムなんだったっけな。なんかあの1エージェンシーサプレッサーとか意外と使いやすいわ。まあなんかよくあるカスタムだね。みんな使ってるでしょ、このカスタム。まあ、バレルはレンジャーバレルかな。そんな感じで、ちょっとハインで。フリーフォアオール。ちょっともう一戦やるか。フリーフォアオールめっちゃ楽しいわ。